グザビエドランはカナダの俳優、映画監督、声優。1989年、カナダのケベック州モントリオールで生まれる。父親は俳優のマヌエル・タドロスである。幼少期より子役として映画やテレビ番組に出演する。2009年、19歳にしてマイマザーで初監督を務め、主演と脚本家も兼ねた。 第62回カンヌ国際映画祭の監督週間で上映され、20カ国の配給業者に売却された。長編映画2作目、胸騒ぎの恋人は2010年に第63回カンヌ国際映画祭のある視点部門で上映された。長編映画3作目、私はロランスも、また2012年の第65回カンヌ国際映画祭のある視点部門で上映され、 クイアパルムを受賞した。2013年のトム・アット・ザ・ファームは第70回ベネツィア国際映画祭のコンペティション部門で上映され国際映画批評家連盟賞を受賞。2014年のマミー・マミーは第67回カンヌ国際映画祭で審査員賞を受賞した。この他にも2015年にはイギリスのシンガー・ソングライターアデルの楽曲ハローの ミュージックビデオを監督しており、ドランはアデル本人から直接オファーを受けていた。第68回カンヌ国際映画祭では、公演兄弟が委員長のコンペティション部門で審査員を務めた。2016年、高が世界の終わりで第69回カンヌ国際映画祭グランプリを受賞した。2018年、初の英語作品、ジョン・ウェイフ・ドノバンの詩と生を監督。 ありがとうございます。